皆さんこんにちは、メロリンです。今日は待ちに待った2021年 SS ユニクロプラス J のレビューをしたいと思います。もう待ちに待っておりました、ユニクロプラス J。 今回は私がね、実際買ったものプラス、ね、これは買わなくていいかなって思うものもね、忖度なしにお伝えしていきたいと思いますよ。もちろんコーディネートもつきますので、最後までぜひご覧ください。それでは早速始めてまいりましょう。まずはこちら、じゃじゃん、シルクブレンドのフレアスカートでーす。9,990円。まあちょっと高めかな。もうユニクロプライス慣れちゃったから9,990円ちょっと高いなって思ってしまう私。でもこれはね、9,990円の価値があるわけ。なんでかっていうと、シルクが 37% も入ってるの。結構入ってますよね。でこのね、シルクが入ってるから、ほらわかる？光沢感がすごいのよ。すごい綺麗なの。素材がシルクが入ってていいっていうのと、軽い、あとこう折りたたんでね、こんな感じでこうほらエコバッグに入れてね、持って帰ってきたんですけど、すっごいシワになりにくいのよ。まあ、裏地はないんですけど、軽やかで、あの履き心地はとても良かったです。でシルエットはちょっとマーメイド調っていうのかな、そこもね、履いた時にね、可愛かったです。今時期ね、コロナになってスカートあんまり履かなくなったっていう声すごく聞くんですよ。でも、まあ、見漏れ丈なんですけれども、でもね、光沢感があるから、こう1枚履くだけで華やか見えするんですよ。でしかもね、若干ほらシャカシャカしてるからスポーティー感もあるから、スニーカーとね、ストマッチなの。これいいですよ。で後でね、コーディネートもお見せするんですけど、スニーカーとかほらローヒールとか、そういったものでもね、バランスが取りやすかったので、とってもいいと思いました。しばらくね、スカートから遠ざかってる方にもこちらはぜひおすすめです。それではコーディネートお見せしたいと思います。まずはシルクブレンドのスカートから。今回はね、あのブラックのこうリネンのシャツにスニーカーを合わせてみましたよ。で見てください、ほら履いてみるとね、ふんわり広がってるでしょ。ちょっとこうマーメイドっていうのかな、そこがねまたね可愛かったです。で私ね思ったのは、こういう見漏れ丈で、しかもダークなグレーでスニーカー合わせって結構難しいと思ったの。でもね、光沢感があるから結構軽さが出て、あ、意外とすんなりいけるなと思いました。これね、発見です。うん。でね、お次はジャケット合わせたきちんとめのスタイルです。でジャケット合わせる時なんかは、インナーとボトムスの色をね、こう同色にするとうまくまとまりますよ。でこういう時は小物もね、こうシルバーとかホワイトとか少し軽さがあるものがおすすめです。でこのスカート、ウエスト位置めちゃくちゃ高いと思いません？あの私超普通体型なんですけれども、このスカートね、ウエスト位置高く見えたんだよな。いいですよね。しかもほら、春先にダークグレーってどうなのと思ったんですけど、プラス J のダークグレーはね、本当に品が良くて、こう洒落てておすすめです。オンもオフも使えるシルクブレンドスカート、ぜひお試しになってみてくださいね。続いてはもうすでに着用しております、こちら、じゃねーん、シルクコットンのニットポロシャツ、4,990円でーす。もうね、これを見ないとわからない。もう本当にね、よいしょ。で、これはね、シルクコットンのブレンドで、シルクがね、55% も入ってるの。すごいでしょ？シルク55に、コットンが45だから、すっごくね、滑らかなの。これいいですよ。私ね、正直、シアのロングセーターと迷ったんです。であっちはね、正直買わなくていいかなと思いました。なんでかっていうと、やっぱりシアっていうだけあって、あのアンダーがスケスケだったんですよ。で特にブラックとネイビーを試着したんですけれども、ネイビーがね結構透けたな。しかもプラス J って、あのネイビーがね、あの思ったよりもいつも の, あのちょっとダークなネイビーじゃなくて、あの割と明るめのね、ブルー寄りのネイビーなんですよ。なのでオンラインなんかで買う時にね、ちょっと注意が必要です。シアニットのロングセーターはやっぱり置いといて、こっちのね、透けにくい素材もコットンとシルクだけの上質なニットポロにしました。これね、すごくいいですよ。あのね、なんていうの、女らしいシルエットだし、リブがね、わかる？太めで深く入ってて、このリブが多分ね、細すぎると太って見えると思うんですよ。でもこのね、太めのリブがね、ちょうどいいんですよね。ポロニット着用してみましたよ。まずはブルーデニムと合わせてみました。いかがでしょうか。ほら、あの結構ね、フィット感があるから、女らしいシルエットだと思いません？ポロニットって。でね、わかります？胸元にね、ちょっとね、パールのネックレスしてるの。
ポロニットの時ってね、どうしてもパールがつけたくなるんですよね。なんでだろう。ベストマッチなんですよね。でまあ、今年だったらほらブルーデニムの他にもこうカラーパンツなんか合わせてもね可愛いと思いますよ、でほら T シャツとかねよく、デニム合わせとかあると思うんですけども、もうちょっとこう大人っぽくしたいっていう時にはね、こういったねポロニットがすごくおすすめです。着るだけでねなんかねきちんと見えます。そして今度はスポーティーな合わせにしてみました。これはねタイトめのねネイビーのニットスカートにこうシアー感のあるレギンスを合わせております。いかがでしょうか。あのねまだちょっとこう寒くて、しかも素肌を出したくない時なんかにはこういうねシアーのレギンスをね合わせるのがねおすすめです。あの全体的にねこう黒とかネイビーとか使ってもちょっとこう透け感のあるあのレギンスだとうまくまとまりますので、ぜひやってみてくださいね。とにかくポロニットはあの思ってる以上に使いやすくて、 T シャツの代わりに合わせるだけでちょっとしたこうきちんと感、大人らしさが出ますので、ぜひおすすめですよ。続いてはこちら、じゃーん、ストレッチスーピマコットンクルーネックティー1990円でーす。カンペもうね読まないとわかんないのそう、これね可愛いでしょ、見てほら、こんなところにねプラス J のほらロゴが入ってます、小さくね。いわゆるカットソー、これをねおすすめするにはなかなか勇気がいるかもしれないんです。なんていうかというと、他は結構ほら華やかじゃない、一点一点が。でもねこれってほら究極のシンプルだから、でもねこれはねとっても良かったのでねおすすめしたいと思いました。でまずこれはね他にもね、ホワイトとか、グレー、明るめのグレーとネイビーとかもあったかな、それをねいろいろ試着してみたんです。でこのダークグレーが一番良かった。なんでかっていうと、割とねこれ薄めなんですよ、素材が。白だと正直、体操着みたい、これはちょっと違うなと思ってすぐやめました。でネイビーも悪くないんですけど、プラス J のネイビーって思ってるよりもねこうブルー味がちょっと強いっていうのかな、ちょっとやや青寄りっていうのかな、なので思ってるネイビーよりもかなり明るいです。でそれも意外とね服を選びそうと思って、と思ってやめました。一番良かったのはねこのねダークグレー、今回のプラス J はね本当にダークグレーが素晴らしい。さりげなく着こなしにねこう寄り添うようなアイテムっていうのかな、例えばジャケットのインとかカーディガンのインとか、とにかく結構ほら何かと重ねて着るときってこう迷うときってあるじゃないですか、そういうときにね万能に使えます。ここでこの商品と迷ったもの、スーピマコットンオーバーサイズティー、これとね迷ったんですか。でそっちは厚手の生地でした。であのオーバーサイズっていうだけあって結構ね5分袖ぐらいあって、あのたっぷりめだったんですけれども、それはねあのやめました。そういうねオーバーサイズの T シャツって私もね何度もトライしたことがあるんです。ただ T シャツって結構厚手だと割とねカジュアル感も出やすいし、大人の方にはねちょっとどうかなっていう感じ。あのモードにカジュアルなのが上手な方はすごくいいと思うんですけど、やっぱり難しいかなと思います。スーピマコットンのクルーネックティーカットソーを着てみましたよ。いかがでしょうか。私ね正直これねクルーネックティー買うときに色を迷ったんですよ。グレーかこの今着用してるダークグレーか。でもねダークグレーの方がね確実におすすめ。なんかねこの色が渋くてうまくね使いやすかったんですよ。で今回はそのベージュとかホワイトとかあのちょっとね軽いカラーのこうインに合わせてみました。で差し色にねちょっとこうサックスブルーみたいな色入れたんですけど、でもねこういう時にこうインナーに入れる色って迷うじゃないですか。このねダークグレーはね本当に優秀、すっごく使いやすいので、その、ジャケットなりカーディガンなりインナーにね迷っている方はねこのねスーピマコットンのクルーネクティーダークグレーがおすすめです。薄手なのであの着やすいですし、こうもたもたしないのでねそこもねいいと思いました。お次はジャケットにテーパードの綺麗めのパンツを合わせてみましたよ。いかがでしょうか。ジャケット合わせね、あのスカートの時もちょっと出たんですけれども、あのね、ブラックとかベージュとかそういうベーシックカラーにね、このダークカラーのね、スーピマコットンのストレッチのカットソーがね、ベストマッチなんですよね。あのね、本当に、なんだろう、目立たないけど、
このカットソーはねかなり優秀です。あのほら半袖とかもあったんですけど、半袖の方はね厚手だったから、やっぱりあの厚手感だとちょっと違うんだよなと思って、この薄さのダークカラー、ダークなグレーがね本当に良かったです。いろいろね合わせてみて、このねプラス J のグレーの色出しはね素晴らしいと思いました。ぜひトライしてみてくださいね。続いては一気に2点お見せします。まずはこちら、すごい紐が顔に当たったドライスウェットパーカーハーフジップです。これねメンズのものです。それからこちら、今度はねレディースのドライスウェットパンツです。これがいいのよ。これねメンズの S サイズを着用しております。スウェットってほらともすると家の中で着るようなものって思うかもしれないんですけれども、外にも着ていけるこのねシャレ感、ちょっと肉厚感でねこれがいいんですよ。もう一つレディースでトップスドライスウェットパーカーあったんですけれども、それはね結構こうシルエットが広がってて、まあ、可愛いけど、まあ、この時期なんでねもう来年着れるかと思うとどうかなと思って、私はこのねベーシックな方にしました。このハーフジップパーカーはメンズなんですけど、まあ、ハーフジップなんでね、ちょっとこれはインに何か入れてインを見せてもいいですし、そのままこうアップして着てもいいと思います。今回よいしょ購入した中で一番気に入ったのはねこのねドライスウェットのパンツです。これはね M サイズを購入しました。でねこれめっちゃ凝ってるの。まず後ろを見てよ、ほらちょっとさゴブランみたいなこう飾りがついてて、これがねポッケなので、こんな感じでほら開けることができます。片方だけポッケになってます。太もものところに切り替えが入ってて、このさ切り替えがちょっと入ってることでね、またねすっきり見えするんですよ。こうスウェットってやっぱバックスタイルとか気になるじゃないですか。ほらお尻とかもちっとして見えないかなとか、でもちょっとこう気の利いたほら視線がね高くなるようなこのゴブランのリボンが入ってたり切り替えがあったりするのでスタイルよく見えます。これはねかなりいいですよ。スウェットパンツをやっぱ街中で着るっていうのはこのスウェットね生地感にかかってます。これはねちょっと肉厚だから、この下着とかもこうラインとかも拾わないですし、なんてったってね履き心地がいいんですよ。本当に滑らかで、これはねほんとマストバイです。かなりいい。私ね今回アウターはね一着も買わなかったんですよ。アウターってねこう難しいんですよね。素材感とかね、ダークグレーのカラーがすごくいいなと思ったんですけれども、ともすると襟が大きすぎるとか、ちょっとこうシワシワすぎるとか、いろいろちょっと気になって今回アウターは見送りました。これはねもう個人差もあるので、あとはご自身次第だと思います。ドライスウェットのフードとそれからパンツ両方セットアップで着用してみましたよ。トップスはお伝えしたようにメンズの S サイズで、ボトムスはレディースの M サイズを着用しております。もうねこのまま私トレーニングに行けそう。本当にね着心地がいい。でトップスはねそのメンズの S なんですけれども、結構まあ私にしてはちょっとたっぷりめだったかな。でもねそれぐらいねたっぷりの方がねトップスはいいなと思いました。でボトムスは膝下からこうテーパード細くなっているのですっきりと見えるのでとっても良かったです。これはね本当ね手放せない心地よさですよ。もう今小入れしている今でもこのパンツを履いてます。もうすごいお気に入りで、今度はねそれぞれ着回してみました。まずは、フーディーの方からでね、今回はチノのスカートにレギンス合わせにして、でねお袖からねちょっとこうシア感のあるものを出しております。いかがでしょうか。結構ねメンズって言ってもなんていうのベーシックだからね結構ね合わせやすかったです。こうレディースのこの広がってるねデザインが効いてるのはやっぱりね来年着られるかというとねちょっと着られないなと思って、やっぱりこういう時期なのでね長く着られるものがいいと思ってこちらを選んでみましたよ。でねハーフジップなのでインナーにねもうちょっとこう詰まったものとか入れて少しインナーを見せて着てもよろしいかと思います。お次はボトムス編です。いかがでしょうか。シャツをさらっと羽織ったスタイルなんですけど、とにかくねこのパンツが優秀で、こういろんなとこに切り替えも入っていて着心地抜群、シルエット抜群。もうね今回買った中でこれがねほんとナンバーワン。これねめちゃくちゃいいですよ。着心地も最高だし、しかもスウェットなのに外にも着ていけるこのちょっとこうきれいめ感、肉厚感、本当にねよくできてる。まだ買われてない方、こちらはね本当にマストバイ優秀パンツです。
いかがでしたでしょうか。この動画をお気に召していただいた方はぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。